どうも、こんにちは。今回はですね、横断歩道。横断歩道はね、ちゃんと止まりましょう。歩行者いる場合は止まりましょうということはね、言われております。散々言われてるけど、なかなか止まらないっていうことがね、結構ニュースにもなったりしておりました。で、ニュースになったことでね、だいぶ止まる人がね、増えたなっていう印象があるんですけれども、じゃあ実際どんな感じになってるのかっていうのはね、JAF、こちらの方でですね、毎年ね、調べています。その調べてる内容のね、2020年の調査結果、こちらの方がね、発表になってますので、そのあたりをね、ちょっとご紹介していきたいと思います。都道府県別、ワーストから、47位から1位まで、これをね、ざっとね、紹介していきますので、皆さんのね、都道府県はね、実際何位に入ってるのか。思ってたような感じの順位なのか、それとも思った以上に止まってるのか、思った以上に止まってないのか、そういうところもね、実際に見ていていただきたいなと思います。まずね、その JAF の調査。こちらの方のね、内容というところです。調査期間としてね、2020年の8月に行われておりますね。だいたい2週間程度の間でやられてます。で、時間はね、午前10時から16時の間ということで、決められた形にはなっておりますね。で、各都道府県2箇所ずつで全国合計94箇所の信号機が設置してない横断歩道。で、センターラインのある片側1車線の道路で、原則として、その横断歩道の前後5メートルに十字路や T 字路の交差点がない箇所で、あとはね、道路の道幅が片側が2.75から3.5メートル。で、交通量が1分あたりだいたい3から8台、目安として。で、制限速度が40キロから60キロ程度の場所というふうで、場所のことに関しては非公表となっております。なので、1都道府県でね、2箇所っていうことなので、ばらつきは出やすいかなとは思いますよね。なので、交通量が1分間に3台から8台ぐらい走るようなところっていうことで思ってもらえれば OK だと思います。で、今回の調査対象としては、上記をね、横断歩道を通過する車両というふうに書かれてますね。自家用の自動車、自家用のトラック、白ナンバー、なので緑ナンバーのトラックとかを今回除外されてるということになっておりますね。で、全体のね、調査台数はね、9434台というふうな台数が、調査の中に入っております。で、天候としては、小雨を含む雨天時以外に実施をしているというような形ですね。で、調査結果として、過去ね、2016年からね、5年分っていうのがね、ちょっと出ております。で、2016年はですね、全体でね、7.6%しか横断歩道で止まらなかったっていうことなんですよね。だから100台通過して、7台から8台しか止まらないってことですね、全国平均でね。で、2017年で8.5%。ほとんど変わんないですよね。100台のうち8台ぐらい。で、2018年も、8.6%。ほぼ横ばいという感じで、10台に1台も止まらないっていうのが、率直な感じ、2018年まで。で、散々マスコミとかで騒いだりしたことで、警察の方もね、本腰を入れて結構横断歩道の取り締まりっていうのをしてきたことで、ぐんと上がりました。2019年が17.1%なので、倍増したような形になってますよね、数字としてはね。それでも17.1%なので、100台のうち17台、10台で2台も止まらないかなぐらいな感じですよね。で、昨年、2020年、こちらの方がですね、21.3%という数字なので、また少しね、上がってきております。それでも100台のうち21台っていうことなので、台数的にはね、5台に1台ぐらいは止まらずに通過しますよということなんですよね。ただ調査し始めた2016年が7.6なので、そこから考えるとかなりいいですよね。それでも8割ぐらいの車は止まらないということだけは覚えておく必要があるのかなと思います。ここからですね、47都道府県。これをですね、47位からね、上げていきたいと思います。だから皆さんのね、住まれてる都道府県がね、実際にね、どのぐらい止まってるのかどうかっていうののね、目安として見ていただければいいと思いますね。実際にこの都道府県でこのぐらいっていうわけではないですね。1個の都道府県で2箇所の横断歩道だけなので、全体を出してるというふうにはね、思えないところがありますので、参考程度にはなるかなと思います。で、まずね、47位がですね、宮城県。
まあ、こちらがですね、5.7%っていうことなので、かなり低い水準ですよね。2016年調査始めた時は7.6%だったので、その平均よりも低いっていうことなので、ちょっとね、よろしくないかなっていう感じですよね。で、46位が東京都。まあ、こちらがですね、6.6%ということですね。まあ、あんまり変わらないですけれど、こちらもね、まあ、2016年の7.6%よりも低い。で、昨年の2020年が21.3%なので、そこから比べたら3分の1以下という数字なので、ちょっと止まらなすぎてるかなっていう気がします。で、続いて45位。こちらがですね、岡山県。7.1%。まあ、これもまあ、どっこいどっこいですよね。まあ、2桁いってないのはちょっとどうかなっていう感じがあります。で、続いてですね、44位。こちらがですね、富山県。富山県で10.7%。ようやく2桁に乗ってきたということですけど、まだまだ平均からすると半分っていうところで、ちょうど半分ぐらいですよね、平均の。ちょっとね、数字が悪いかなと思いますよね。で、43位。こちらがですね、大阪府。こちらがね、11.8%という数字になってますね。で、並んでですね、42位は徳島県。まあ、こちらが11.8%ということなので、大阪と徳島が同率になっておりますね。で、続いてね、41位。こちらがね、香川県。12.1%。微妙に止まるようになってきましたね。で、続いてね、埼玉県。こちらがですね、12.4%。これがね、40位です。なかなか止まらないですよね。まあ、埼玉、大阪、東京。まあ、この辺りはね、結構交通事故とかも多い、死亡事故とかも多いっていうところになりますので、まあ、もうちょっと横断歩道止まるような感じになると、数字も減ってくるのかなっていう気はしますけれどもね。続いてね、39位。こちらがですね、青森県。12.9%。まあ、これもちょっと低いかな。まだまだ平均以下ということなのでね、なかなか止まらないかもしれないですよね。続いてですね、第38位が高知県ということで13.4%ということですね。まあ、これもほとんどどっこいどっこいですよね。で、次がですね、第37位。こちらがですね、群馬県。こちらがね、13.9%という数字になってきておりますね。まあ、このあたりはね、そんなに差がないところではありますけれども、まあね、2桁台、もうね、10%台を20%、30%まで上げていただくといいかなと思います。36位、こちらがですね、栃木県。まあ、14.2%ということなので、もうこの辺は本当に微妙な感じですね。続きまして、35位。こちらの方が愛媛県14.5%ということですね。まあ、栃木県と0.3%ほどの差ですね。まだ15%にちょっと届かないかなっていうところなんで、もう少し上げたいところかなと思います。34位、こちらが大分県15.7%ということで、まあ、この辺は10%台がずらっと並んでおります。で、次がですね、33位、こちらがね、和歌山県15.9%ということですね。で、32位。こちらがね、山口県で18%。で、これはね、同率で並んで沖縄県。こちらも18%。という数字になっておりますね。で、続いてね、第30位がね、佐賀県。こちらがね、18.1%という数字になってますね。で、第29位。こちらが鹿児島県で18.3%。で、次がですね、28位。こちらがね、滋賀県。18.7%。まあ、微妙な感じですよね。で、27位。こちらがね、奈良県で19%。あとはですね、第26位として福井県。こちらがね、19.7%ということになってますね。で、同率で岐阜県。こちらも19.7%ということになってます。そして24位。こちらがですね、京都府。こちらがね、19.9%という形になっておりますね。これでちょうど半分かなとは思うんですけれども、全国平均が21.3%なので、今上がってきた都道府県、こちらの方は全国平均に満たない都道府県になります。なので、今上がってないところというのは平均以上ということなので、全体的に止まってるということになりますけれど、皆さんの住んでる地域はいかがでしたでしょうか。このエリアに入ってたらちょっと止まらないんじゃないのというふうになりますね。
24位の京都府、こちらで19.9%、で、47位の宮城県で5.7%、ここでも結構差がありますよね。3倍以上の差があるっていうような形になっておりますので、これだけでもだいぶ違います。で、続きましてね、平均以上のところ行きたいと思いますね。平均以上。まずはね、23位、ちょうど平均のちょっと上、平均が21.3%で、今回はですね、21.8%。これがね、秋田県になります。で、次がね、22位。これがですね、鳥取県が22%ということですね。で、21位。こちらがですね、北海道。北海道がね、22.4%という数字になってますね。で、20位が岩手県。こちらがで23.2%ということなので、まあ、この辺来るとだいぶ止まってくるようになってきましたが、まだ4台に1台は止まらないということですね。19位、こちらがですね、神奈川県。神奈川県が23.4%ということですね。で、18位、次がですね、山形県。これがね、24.8%ということです。で、次はですね、17位、こちらがですね、熊本県。25.7%。ようやくこれで4台に1台は止まるような感じになってきました。で、次がですね、16位が千葉県。26.7%。ということですね。まあ、千葉県事故とか多いんですが、まあ、結構多分取り締まりをしてるんじゃないかなと思いますね。なので結構止まるような感じになってきてるんじゃないかなと思います。で、次がですね、15位。福島県。27%。ということですね。次がですね、14位。こちらがね、三重県。27.1%。三重県はですね、確かね、19年か18年にワーストを取っております。その時の数字はですね、今回の宮城県よりも低かったと思うんですけれども、三重県警が結構ね、取り締まりを強化しました。そしたらね、ぐんと上がって27.1%まで来ました。まあ、取り締まりしたから上がるっていうのはちょっとおかしな話なんですけれども、まあ、取り締まりをね、強化するとこれぐらい効果出るんだよっていうことがね、まあ、はっきりしてますよね。で、次がですね、13位。こちらがね、茨城県。27.3%。まあ、茨城県もね、こちらもね、同じように三重と同じでワーストを取ってたと思うんですよね。なので、取り締まり強化して、この順位まで上がってくる。だから、いかにね、取り締まりをすると、みんな横断歩道に止まるようになるかっていうことがね、よくわかりますね。だから、取り締まりしないと止まらないっていうことなんでしょうね。で、次がね、12位がね、広島県。27.9%。という数字なんですね。で、11位、こちらがね、石川県、29.3%ということで、ここからがね、まあ、トップ10になります。だけど、まあ、11位で29.3%という数字なので、まあ、ちょっとね、全体的に低いですよね。まあ、まだ3割にも達してないぐらいですからね。で、ここからですね、第10位。これはね、宮崎県。こちらの方が31.3%、ようやく3割を超えてきました。で、第9位、福岡県、31.4%ということなので、結構ね、止まってるんじゃないかなと思いますね。そして第8位、こちらがですね、愛知県、32.5%ということなので、3台に1台ぐらい止まるような感じになっております。愛知県はね、結構名古屋市内とか取り締まりを強化してるので、結構止まる車多い印象はあります。なのでね、まあそのあたりどうしても印象としてワースト1がね、非常に長く続いてたということ、まあ昨年はね、ワースト1ではなかった。これ今年もかなり減ってるということなので、まあ愛知県警は結構本腰を入れてね、頑張ってる成果じゃないかなとは思いますね。で、次はね、第7位。こちらがですね、長崎県。35%ということですね。で、第6位。山梨県。こちらが35.8%。で、第5位。こちらがね、島根県、43.2%。4割まで乗ってきましたね。結構ここまで来ると止まる感じになってきますよね。もうあと残りはね、都道府県4つしかありません。さあ、残ってるところはね、どこでしょう。ではね、第4位。こちらがですね、新潟県、49.4%ですね。まあ、半分ぐらい止まるってことですよね。ただまあ、これでもまだ半分止まらないのかなっていうところになっておりますよね。ただ半分止まるって言ったら結構止まってくれてるという印象にはなるかなと思います。そしてね、トップ3ですね。さあ、第3位。これがですね、静岡県。
54.1%ということで、半分5割を超えてきました、静岡県54.1%ということで、結構皆さん止まってくれてんじゃないかなと思います。第2位、兵庫県、こちらがね、57.1%ということでね、結構兵庫県止まっております。お隣の大阪は結構下の方にいるんですが、兵庫県は結構止まっております。なので、これも多分取り締まりの表、ね、成果じゃないかなと思いますね。大阪は11.8%ということでね、43位ですが、お隣の兵庫県はね、57.1%で2位ということなので、ね、お隣でだいぶ差があるということなんでね、ぜひとも大阪府警には頑張っていただきたいなと思います。栄えある堂々の第1位は、もうこれはね、結構皆さん知ってるおなじみの。栄えある堂々の第1位は、もうこれはね、結構皆さん知ってるおなじみの長野県です。数字としては72.4%という数字なんですね。驚異の70%台。2位の兵庫県が57%っていうところを、1位の長野県は72%なので、約15%高いです。もう72%って言ったら、もうほぼほぼ止まる感じですよね。ほとんど止まってくれるような印象だと思います。多分、横断歩道に立ってるとね。で、結構ね、小さい頃からきちんとその辺をね、教えてるんですよね。親とか地域が。横断歩道では止まるということを教えてるということがですね、すごく昔から取り組みをしてる。警察の取り締まり以上に、すごく取り、そういうふうな取り組みをしてるんですよね、地域でね。なので、その成果が出てると。この一長一短に長野がこんなに止まるわけではなくて、もう本当に何十年とずっと地道に続けてきたことが、まあ代々受け継がれて、まあ横断歩道見たら止まらなきゃいけないよっていうことでやってるというのがね、成果として出てます。なのでね、こういうのはね、もう結構家族とかで声かけ、きちんとね、止まるということをね、広げてってあげると、どの都道府県もかなり上がってくるんじゃないかなと思いますけれどもね。なので、いろんな地域でね、いろんな走り方とかっていうのが話題になりますけれど、やっぱり周りにね、どうしても慣れてってしまって、馴染んでってしまって、自分はまあいいやと、まあ他の人も同じだからいいやっていうふうな形になって、まあ地域柄のなんとか走りとかっていうのが出てきてしまいます。なので、ね、まあやっぱりね、そういうところもね、地道な努力でね、こういうふうにやっていくと、横断歩道も止まろうという意識にはなりますので、横断歩道止まらないとね、大きな事故につながります。なのでね、本当に止まるようにだけしてください。特にね、一桁台、まあ、宮城県、東京都、岡山県、まあ、この3都道府県、まあ、こちらの方に関しては10%いっておりませんので、なのでね、ちょっと頑張っていただきたいかなと思います。全国平均は21.3%です。まあ、これがね、全国平均がね、50%とかに行くようになると、もっとね、交通事故は減るんじゃないかなと思います。皆さんの運転どうでしょうか？まあ、自分のね、住んでる都道府県はどうでしょうか？いや、そんなことないっていう意見もあるかなと思いますけれども、まあ、JAF が調べた調査としては、このような結果が出ておりますので、まあ、参考にしていただければと思います。